三瓶敏夫は日本の実業家。中東住友商事社長を経て、敬愛大学学長兼学校法人千葉、敬愛学園理事長。日本貿易会常務理事、日本貿易振興機構幹事、国際社会貢献センター理事長等も務めた。千葉県出身。千葉県立安房高等学校を経て、1968年、一橋大学経済学部卒業。外交官の岡本幸夫は、大学の同級生。大学卒業後、住友商事に入社。アメリカ合衆国、カナダ、イラン、バーレーン等に駐在し、ドバイでは中東支配人を務めた。中東住友商事会社社長兼、住友商事理事中東支配人兼、バグダッド事務所長を経て、2006年から2010年まで、社団法人日本貿易会常務理事。2007年から2011年まで、独立行政法人日本貿易振興機構幹事。特定非営利活動法人国際社会貢献センター理事長、経済産業省産業構造審議会、環境部海洋気包装リサイクルワーキンググループ、委員、財団法人ふるさと、財団地域振興助成策審議委員等も務めた。2012年から、敬愛大学学長を務め、グローバル化への対応や地域貢献などのため、英語教育開発センターや教職センターの設立などを行った。2013年から学校法人千葉敬愛学園理事長兼務。2017年には神崎町との間で教育分野での相互協力連携協定を締結。また、敬愛大学国際学部国際学科教授として千葉学産や地域企業マネジメント論も担当。ありがとうございます。